その日学校で星の終わり方について学んだ。地球の寿命が尽きる時ってなんかこう30億年以上も後の話らしくて、未来の人たちかわいそうとか私たちには関係ないやとか、そんな軽い気持ちにしかならなかった。でももし今日、地球の終わりが来たとしたら、かわいそうなのが未来の人たちじゃなくて今日の私たちだとしたら、星の寿命が尽きる時って膨張して爆発するとか、ガス状になって溶けるように消えるとか言われてたけど、そんな今までの常識を覆すかのように、それは私たちの足元から現れた。星の頂点に君臨していた。何だってできると思っていた。仮に何かができなくてもいつかはできるようになると思っていた。だからこそ、何かを救えなかった時、何かを変えられなかった時、そして何かすらわからない謎の存在に怯える時、自分たちは初めて無力であると察するのだ。私たちの嘆きも届かない。届くわけもない。人々が目の前に現れた理不尽を拒絶し、騒ぎ、慌て、抵抗するも虚しく、それは不気味な笑みを浮かべ、光を放つ。
海が枯れ、山がそげ、生命が消え、やがて空が見えなくなる。突如現れた巨大な影により、星は滅ぼされた。それが何者なのか、なぜ現れたのか、誰も知らない、知ることもできない。ただ一つだけ、確実に言えることがある。私たちには、受け入れる以外の選択肢はなかったのだ。認めざるを得なかったのだ。それが、星の終わり方なのだから。